構ついたわね。長かったな。うん、なんとか本当に倒れたけど、なんとかここまでたどり着いた。もう月下お姉ちゃんと離れて2日は経っている。でも未だに月下お姉ちゃんからの連絡はなし。もしかすると猛毒虫の連中の何人かは、天界にいるのかもしれないな。お姉ちゃんが毒虫の連中に負けたってこと？可能性はある。月下さんの実力は知らんが、毒虫の連中だって相当強いんだ。否定はしないわ。常に最悪を想定しておかないと、この先生きては帰れない。とりあえず、メリアちゃんはロカちゃんと一緒に向かってくると思うから、私たちだけでも先に進もう。そうね、猛毒虫の連中がいるならゆっくりしている暇はないわ。もうこれから先は休んでいる暇はないわよ。おい、せっか、上。誰、いきなり襲ってくるなんて。黙れ、地上人。おうか。助かったわ。毒虫じゃないな、お前こそ何者だ。黙れと言ってるのがわからんのか、ケビン。あんな子に私の攻撃が塞がれるなんて、全員まとめて落としてやる。以前の白髪の子もそうだけど、なんでこんな幻想郷からは面倒くさい連中しかやってこないのかしらね。さあ、層の剣と私の血、すべてを支配したこの技をあなたたちは耐えることはできるかしら。層、剣地無双の剣。まずい、あの破壊力にあの量、下げきれない。早くしないと光線の口出しになるぞ。大丈夫、私がみんなを守る盾となる。これは今私が思いついた自己流の引き符。引き符春引き太夫、桜の木漏れ日をまといて展開して、守護点火。小賢しい、術者を叩く。お前を叩けば。守護天下は究極の盾。天上の花は災いをすべて塞ぐ神聖なる花。その花に日差しを合わせることで、木漏れ日が生まれ、世界は優しさに包まれる。何をわけのわからないことを。守護天下に浴びた熱量エネルギーはどうなると思う？天人の私に教えを説くか、地上人。答えは簡単。熱量を守護天下の力に変えて、私に還元する。みんな、力を使えば、それを駆使して相手を倒すことを考える。だけど私は違う。私は守ることを第一に全てを優先させている。確かにそれは、個人としては大した力ではないのかもしれない。だけど仲間となら、それはすごく心強い力となる。仲間と共になら、私は、強くなれる。引き冬引き、束縛用。これで終わりだぜ。よもや、私が二度も地上人に遅れを取るなんて。もういいよ、この氷はそう簡単には溶けない。とりあえず足止めできているうちに先に進むぞ。うん、凍ったふり、感謝する。はあ、これで2連敗か。総領娘様、こんなところにいたのですか。あら、行くじゃない、竜宮の使いが何の用。総領娘様がいたずら半分で天界の訪問者に勝負を仕掛けてると耳にしまして。あら、相変わらず情報がお早いこと。まったく怪我なんかして、本当、ド M ですよね、総領娘様。ド M とは失礼ね。打たれ強いって言いなさい。それで、なんで今までやったこともない展開の番人なんてやっていたのですか。暇つぶし。最近物騒っていうじゃない。だからそれを利用すれば本気で挑んでくるかなってね。本当に物騒な時に。まあ、楽しめたわよ。一度本気でヤバかったけど。そこで懲りないあたり、総領娘様らしいですね。このド M? うるさいわね、とりあえず帰るわよ。今日は凍らされたり、とっておきを貫通されたりで散々だわ。肉体的より、精神的に参ったってことですね。精神的ダメージの方が肉体ダメージの何倍もへこむわ。あらあら、それはそれは、馬鹿にしてるわよね。たく、あんた、空気を読む程度の能力、を持ってるくせになんで私には少し当たりがきついのよ。それも空気を読んでいるからですよ。展開を中心に多くの波動の乱れを感じる。多くの災いが展開に集まっているということか。哀れ。人はなぜ、争うことでしか自分の存在を証明できないのか。人がこの世界の断りを理解したとき、その場には一体何があるのか。目印がわかりやすくて助かるわね。
そうだね、天界で一番高い山って言ったら目の前に見えるあの山くらいだもん。だが、これからまだ妖怪山より過酷な山を攻略すると考える時が重い。そうね、でも時間がないのも事実だし、もう狩猟なんかして余計な体力を消耗するのは危ないわ。現にさっきいきなり勝負を挑まれたしね。今はどこも神経質になっている、部外者を敵と判断するのも納得できる。とりあえず、あまり天界ではあまり人と接触しない方がいいわね。さっき戦ってわかったけど、天界の人間はかなり強い。多分、私たちができるのは、月を見て逃げる程度、勝つなんて絶対に無理。そうだね、さっきだって、私やせっかちゃんが第二解放を使ってやっと月を作れたくらいだからね。待って、誰かいる。天界人。かもしれない、気配を消して、ゆっくり逃げよう。バカえ、もう相手は感づいてるよ。わからないか、相手はもうすでに臨戦態勢だ。少しでも変な真似したら即死だぜ。物騒な思考だ、君たちは戦うことしか能がないのか。早い。身構えるな、俺の臨戦態勢は己を守るもの。君たちに危害を加える気は一切ない。だったらお前は何者だ、そんな気配、一般人が出せるわけないだろ。俺は、世界の観測者希望のただの旅人さ。世界の観測者。ああ、俺はこの世界の断りを理解したいがゆえに長い年月旅をしている。世界の真実を知るために。難しい旅をしているんですね。ああ、だが、それが俺の役目だと思っている。悪いが俺たちは先に進みたいんだ。そこを譲ってもらっていいか。足止めなどしていない、先に進めばいいだろ。だが、この先は、この展開で一番波動が乱れている。もう、戦いは始まってるってことか。目的は知らんが、急ぐんだな。お前たちは随分遅い。やっぱり月下お姉ちゃんが戦ってるんだ。早く行こう。待って、むやみに飛ばさないで。お前は行かないのか。いや、お前からはうさんくさい匂いがするんだ。嘘というか、全く素性を出していないというか。それは疑問に思うことか。変な使いは自分の身を滅ぼすぞ。そうだな、闇にいた時間が長かったせいかもしれないな。世界は広い、そして君の見ている世界は世界のたった一かけらに過ぎない。己の小さな世界だけを信用していてはそれ以上は得られないぞ。ああ、ご忠告どうも。闇か。この世界は光や闇などで説明するには複雑すぎる。もっと、明確なものがあるはずなんだ。さて、だいぶ時間はかかったけど、7割ほどまで来たわね。残り少し、私がオーブを取ってみせる。さて、精神力、霊力、体力、気力、どれもだいぶ弱ってきたわね。早くしないと持たないかも。あ、いたいた。思ったより先に進んでいるな。毒虫、なんで？ダメダメ、ちゃんと自分の体は確認しておかないと。だから探知されてたことにも気づけない。しまった、あの時全部燃えたもんだと思ってた。さて、仲間が俺の2割を追加で持ってきてくれたおかげでもうお前も怖くない。案内ご苦労、おとなしくしね。くそ、厄介な。どけ。どうだ、ないな、かわされたみたいだ。だろうな、俺の攻撃より遅いものが当たるわけないだろ。しまったな、がおふもとに置いてくるんじゃなかったな。それじゃあ俺が足止めしようか。いらん、手間が増えただけだ。お前は目的のものをさっさと見つけろ。了解。さあ、毒虫を敵に回したことを後悔させてやろう。さて、始末するか。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。